どうもこんにちは、アストンマニュアル続き読んでいきたいと思いますけども、今日のところはですねちょっとすごいややこしくて、まあ、あんまりその実用的でもないので、まあ、軽く飛ばしてもいい内容かなと思いますが、まあ、一応まあ全部読むということで全部読んでるので読みますけども、まあ、パワパワッと読んで、いきます。はい、難しくてね、106ページの下の方ですけども、持続する知覚症状と運動症状の考えられるメカニズム、上記の症状はストレスでしばしば悪化しますが、原因が単に不安症のためでないことは明らかです。脊髄あるいは脳内にある運動系および感覚系神経経路の機能障害が示唆されます。これらのメカニズムを解明する一つの手がかりがレーダーとマートンが発表したベンゾジアゼピン受容体拮抗薬クルマゼニルを用いた臨床試験で示されました。離脱後5ヶ月から42ヶ月間遷延性の離脱症状を呈していた11人の患者にこの薬剤を静脈注射するとそれらの症状が急速に軽減しました。症状は 27% から 82% の改善を示し、最大の効果が見られたのは不安の評価尺度が最低の患者でした。生理食塩水の注入には反応を示しませんでした。クルマゼニルは、GABA ベンゾジアゼピン受容体をリセットすることにより作用すると考えられ、それにより GABA ベンゾジアゼピン受容体は GABA の抑制作用に対して受容性がより高くなります。この臨床試験の結果はいくつかの遷延性症状の原因は体制の形成により受容体が GABA に反応しなくなった後元の正常な状態への回復が不全であることを示唆しています。フルマゼニルに反応するということはベンゾジアゼピンの薬理学的影響がこれまで考えられてきたよりも長期間持続しうることを示しています。残念ながらフルマゼニルは現在のところ遷延性の症状に対する実用的な治療薬とはなりません。静脈内に注射しなければいけませんし、作用が非常に短時間のため症状の軽減は一時的に限られています。またこの薬はベンゾジアゼピンをまだ服薬中の人に対しては激しい離脱反応を引き起こすために投与できません。しかしながら遷延性の知覚系および運動系の症状は時にはほとんど永続するかのように思いますが、たとえフルマゼニルを用いなくともその激しさは何年もの間には実際に軽減していきます。またこれらは重大な神経疾患を示すものではありません。このような症状はリラクゼーション法である程度軽減するかもしれません。一部の運動系および知覚系システムはカルバマゼピンが反応する可能性もありますし、運動系にはプロプラノロールが反応する可能性もあるでしょう。ということで、多分聞いてるだけでも分からへんし、これ文字読んでてもほとんどあんまりよく分からないと思うんですけど、なんかその、まあなんでこう弾薬した後も、そういう離脱症が起こるのかっていうことを調べるためのまあ実験が行われたということで、まあここで出てくるのはフルマゼニルっていうまあ、薬物を静脈注射したら。その何ていうのかな、
改善したということですね。なんかそのベンゾジアゼピンのを中和するような作用がある、まあ、薬剤みたいなんですけど、まあ、そういうので安全で、そう今も飲んでいる、今も今現在も、ベンゾジアゼピンを飲んでいる人のこう体内のベンゾジアゼピンを中和するような、薬ができれば一番いいのかなとは思いますけども、でもベンゾジアゼピンというのはその脳の構造自体をちょっとこう変えてしまっているので、やっぱりその元に戻すにはリハビリ期間というのは必要になってくるのかなと思いますけどね。まあ、そのために静脈注射したら、まあ、今飲んでいる方に静脈注射すると、ひどい離脱症状が起こるということなので、なんとかね、その今飲んでる人、まあ、弾薬終わった人もそうですけど、まあ、今飲んでる人に対してそのベンゾジアゼピンの離脱症状、ベンゾジアゼピンのその効果とか離脱症状そのものを中和するような薬剤が発明されればいいですけど、まあまあそれは夢の話でしょうね。そういうで短時間的にそういうことができる、こうもう弾薬した人に対して短時間的にそういう作用をするフルマゼニルっていう薬はあるけども、まあそれはまあ弾薬した人を短時間的にそういう中和するだけであって、まあ、今飲んでる方には使えないし、まあ、静脈注射せなあかんし、短時間しか効かないので、まあその原薬のまあ、現実的な助けにはならないということで、まあちょっと残念ですけどもね、まあ、でまあ結論として言ったのは、まあ、その弾薬した後も離脱症状がだら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 続いて、もうそれはもう永遠に続くんかな、もう治らへんのかなっていうふうに思われるけども、まあいずれ時間が解決して、回復に向かっていくのがほとんどであるっていうふうに言っておられるので。まあ、それを信じてやっていくしかないと思うんですけどね。次は、記憶力および認知力の低下。ベンゾジアゼピンは記憶機能およびいくつかの認知機能、特に注意力の持続を損なうことがよく知られていますが、長期服用者の中には離脱後に残存する継続的な知的能力の低下を訴える人がいます。この問題について、回復が非常にゆっくりである可能性を示す研究がいくつかなされました。治療容量の長期服用者における研究は、最長のもので離脱後たった10ヶ月しか継続されていません。認知障害はゆっくりと回復してはいるものの、少なくともこの10ヶ月は持続していました。また不安レベルとの関連性はありませんでした。スウェーデンのいくつかの研究ではベンゾジアゼピン弾薬後4年から6年経過しても依然として知的障害が存続する改善は見られるもののことが示されました。しかし高用量摂取やアルコール摂取が追加因子となっていたかどうかは明らかではありませんということで、まあ、記憶力や認知力の低下っていうのも、まあ、ずっと言われてますけども、なかなかその確固とした研究成果は出てないみたいで、まだまだ、分からんことだらけやということですよね。まあ、人によっても違うでしょうし、まあ、記憶力とか認知力の低下ですね。でその次は、一応ここで107ページまで読んだということなので、今回はここまでにしておきましょうかね。今回は107ページまで、ちょうど107ページまで読んだということで、
区切っておきます。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。